こんにちは。聞きたいことがあるのでね、竹内くんに突撃したいと思います。すいません、すいません、すいません、すいません。カメラ竹内に聞きたいことがあるんだけど、はい、いつも聞いても教えてもくれんもんでさ、教えてないわけじゃない。 YouTube 回せば教えてくれるかなと思って、はい、いい、はい、竹内ってさ、中学校の頃からなんかおしゃれなプレーってよく言われん？おしゃれなプレーするねって結構言われる。そういうつもりないけど。教えて。おしゃれなプレー、おしゃれなプレー教えて。舞台後とかでやるでしょ。うん、そうそうそう。だから例えばこういうそういうのじゃないよ、俺が言っとる。こういうのできないから、じゃあ今日は試合で使える、5対5で使える、これができたらめちゃくちゃかっこいいっていうプレーを何個か紹介していきたいと思います。教えて教えて。まずは、まあ動画に出してるけど、やっぱジェリーかな。ジェリーはさ、もうやっとるだけでさ、シャレてないもん。シャレ、敵チームのアップでジェリーしとったらもう負けたって思う。 なるな、分かる。一回やってみます。ジェリー、ジェリーって言うとさ、こうなっちゃう人多いよね。そう、持っていけないの。それはね、ジェリーコツあって、絶対条件は肩に持ってくること。ここに持ってくる。その後にこっからこの足のままこうやっていこうとすると、これはまあ難しい。足をね、広げるとだいぶやりやすくなる。こう、肘をね、こう前に持ってくる感じでやると結構ジェリーやりやすい。もう一回、じゃあお願いします。ジェリーってただのカッコつけじゃなくて、この幅プロテクトできるっていうのもあるし、ここから風でいくから、こう相手をブロックしながらジェリーかっこいい、めっちゃ使える。これまず1個目覚えてください。2つ目は、試合だと速攻で 2-1 になる場面があると思うんだけど、もし2面ゲームが来たら来たと思ってやってほしいプレー、これ2つあります。1個目は、まあ、みんな知ってると思うけど、これ挟む。いや、挟んでない。こうやって引いてるだけ。ここ、ね、挟まないんだ。俺は持ってない。体を開く、あ、手だけ持ってってもあんまり反応しないから、体を持ってない。持っていくと引っかかる。でこれマジめっちゃ引っかかる。一回ちょっとやってみます。2-1で使える技2つ目。これはね、あんまりやる人おらん気がする。これはね、クリス・ポールがオールスターの時やってた技で、それをパクったんだけど、まあ、とりあえず一回やってみます。おかかるくね。これはやばい。肘を入れてクッて止めて、1-2ジェリー。あ、ジェリーなんだ、やっぱそこでも。こうやって確かに意味ないのか。そう、ちょっとまあ自然にジェリーになっちゃうかもしれない。待って、めっちゃかっこよくね、湧くくね。めっちゃ湧く。たまにさ、会場がもうめちゃくちゃ気持ちいい。ぜひ覚えてください。あれを紹介してほしい、股抜きパス。あれ決まるとめっちゃかっこいい。こうってなった時にやるじゃん、それ大体、うん、でセンターの人とよくあるんだけど、まあ、4ポジ、5ポジぐらい。で大体遅れて入ってくるじゃん。わざと真ん中突っ込んでって、ディフェンスのとこまで行って、こうやってパスするみたいな。いいね。マジで気持ちいくね、これ。気持ちいい。こっちも気持ちいいもん。今日も湧く。ああ、それとさ、なんか似たような感じで速攻でなんか使うやつでさ、たけしから見えると思うけど、こっから出すやつあるじゃん。そうだってね。そう、一回じゃあ、ちょっと飛ばしの権利みたいな感じで飛んでから、レイアップ一回手が、こうやってディフェンスの背面、手の届かないところからこう出せるから、このコントロールさえ良ければパスミスしにくい。こういうね、ミセプにはね、ちゃんと利点があるから、例えばさ、さっきのこの股抜きでもさ、このままいってさ、まあ、これでもいいけどさ、封じられてもさ、自分は前行けるじゃん、うん、これだったらもうさ、行けんじゃんっていう、ちゃんと利点があるから、ポイントを押さえてやってみてください。あとは、まあドリブル編で言ったらこれかな。プロフェッサーだ。そう、プロフェッサー。説明あんまちょっとしにくいんで、一回やってみます。それでスルーしたインサイド表、もう一回行きます。インサイドアウト、レックスルー、インサイド、レックスルーしながら反転で、相手はこっちに。そうすると、ここのドリブル狙いに来るから、こっちに行ける。これもね、まあめちゃくちゃミセプだけど、意外と使える。ここはゆっくりでいいけど、ここはもう早く。ドリブルからのシュートで言えば、セイガに効かれる技があるんだけど。え、そんなんあるの？ある。セイガダブルクラッチめちゃめちゃすごくね？だけど、そのセイガが教えてくださいっていうぐらいのダブルクラッチ。ほら
笑っちゃっとるやん。まあ見せプって言ったらこれぐらいかな。でもとりあえず会場が湧くあの瞬間をさ味わったことがある人はもうねめちゃくちゃ気持ちいい。街で帰りのバスとかであれ湧いとったよとか言われる。ああ嬉しいね。めちゃくちゃ嬉しい。一番覚えとったシーンはこの実用的で見せプっていう、ただの見せプじゃなくてそこを押さえてぜひ練習してみてください。高吉のこの見せプは NBA から撮ってる。もう俺は全部 NBA。 じゃあそんな感じでぜひ覚えてください。それではありがとうございました。